すする TV。 ずれずれどうすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、福岡で撮ったはずのオープニングの映像がちょっと消えてしまってまして、東京からお送りしております。すいません。というわけで福岡シリーズラストはこちらです。ドン。地下鉄祇園駅から徒歩2分くらいのところにあります長浜ナンバーワン祇園店さんにお邪魔してます。数ある長浜ラーメンの中でもかなりの知名度を誇るお店ですね。名前は聞いたことがあったんですけど、なんやかんやで行けてなかったので早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、長浜ナンバーワン祇園店さん、注文中です。今回は煮卵ラーメンを固めでお願いしました。もちろん後で替え玉をする魂胆ですよ。すするを含め結構観光客らしき人もいるなと思って待ってみた。こちらが長浜ナンバーワンさんの煮卵ラーメンです。てれーん。白濁したスープからは程よい豚骨臭がふわり。トッピングもシンプルで粋だぞってことで、いただきます。まずはスープを一口。うひょーい。まろやかかつコクのある、それでいて旨味もしっかりな、めっちゃうまいスープ。これは福岡市博多区までやってきた甲斐がありますよ。では次に博多豚骨といえばの極細麺をスープ。でろーん。細麺ながら固めにしたのでしっかりコシがあり、コクのある豚骨スープもがっちり絡む。眠らずに朝が来た時にもすすりたい、素直に豚骨ラーメンうめえと思わせてくれるマッチングです。さて、こちらの薄切りチャーシューですが、このサイズながら肉感バッチリで、ジューシーさも申し分なし。まさにムードかつ直線的なチャーシューと言えるでしょう。てな感じで、そんなチャーシューを絡めて贅沢さを演出してみたり、ネギのシャキシャキ感も楽しんでみたりしていると、こっそり注文していた真っ昼間替え玉がバリカタで到着。せっかくなので2玉目はごまをたっぷり投入してからすすってみると、麺の生感が味わえるようなボキボキ食感とごまの香ばしい風味が非常にナイス。おまけに卓上にあった辛味も投入してみると、なんとこちらピリ辛さだけではなく柚子の風味も味わえて後味すっきりに。そんな嬉しい誤算もありながら、ラストまでバリバリに突っ走って最後は味玉を食らえば本日も完食です。大変美味しくすれました。コクと旨味をしっかり味わえる、いつでもすすりたい一杯でした。それではコースレオー。はい、ごちそうさまでした。いやー、長浜ナンバーワンさんに行ってきたんですけれども、美味しかったですね。まろやかながらさらっとした口当たりの豚骨スープで、すごく飲みやすかったです。めっちゃとっつきやすい味だったので、みんなが好きなタイプの豚骨ラーメンかなと思いました。麺は安定の細麺で、小麦感が残る固めはやっぱり鉄板ですね。そして替え玉をしてからはさらに卓上の調味料を投入して、自分好みの豚骨ラーメンにカスタマイズしたんですけども、やっぱり僕はごまが好きですね。あの香ばしい風味とクリーミーな豚骨ラーメンの相性はすごくいいなと思いました。今回福岡に来るのは3度目となったんですけども、同じ豚骨ラーメンでもこんなに違うのかってくらい多種多様な豚骨ラーメンがいただけて、すごく面白いなと思いました。また来ます。福岡ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、長浜ナンバーワン祇園店さん、もともと豚骨なオンリーワンや。はい、何でしょう。9ですか。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。カホンにいたします。おば